ましょう。皆さんこんにちは、パッチグーのゲーハー X です。本日11月の10日の土曜日ですけども、埼玉県蓮田市にありますティアラさん、こちらの方でガチンコ実践の方を行っております。今現在打っているのはこのティアラさんの30杯唯一の機種マハロ30、こちらの方で朝10時から打ってるんですけども、まあぼちぼちって展開ですね。今お昼の1時半こちらを超えたところですけども、またこのマハロの実践の方引き続きやっていきたいと思いますんで、これから頑張っていきたいと思います。じゃあ実践の方スタートしたいと思います。はい、店内の方やってまいりました。先ほど10時からずっとこのマハロ30打ってるんですけども、まあちょっとずつ蚊に歩いてるような感じで、今3台目ですね。3台目の方でちょっとバケが引けてないのが微妙なんですけども、ピック4回という形で出玉も下皿だけ、まあこれ飲まれたらちょっと考えようかなっていう感じですけども、またマハロ30の実践取材ガチ実践スタートしたいと思います。今のところちょい負けっていう感じですね。これからの展開次第 A タイプなんで、ボーナスつければどうにかなるかなっていうところなんで、また頑張りたいと思います。じゃあスタートします。今15回転でせっかく光らせたのにカメラが止まってました。しかも新モードに変えた瞬間の出来事です。もうせっかく見せ場だったのに、あ、バケっぽい。あれ？バケでした。本日初バケ。515回転、5回目どっちが揃うんでしょうかというところです。はい、ビッグボーナスと、いやー500ハマりはしんどいもんがありますね。まあいい台は飲まれないっていう感じで、飲まれずにギリギリでしたけど、ビッグボーナス引くことができました。この後またもう1回置きぐらいに100回転ぐらいに当たってるんで、また連チャンを目指したいと思います。